続いては佐賀夢追い人、今日は紅茶にかける男性です。はい、紅茶といえばインドやスリランカといった海外産のものがほとんどなんですが、はい、今日本でも紅茶の生産が少しずつ広がっているということなんですね。でその国産の紅茶を広めようと奔走する一人の男性をご紹介します。国産の茶葉で作る紅茶、和紅茶、今静かな人気を呼んでいます。見るか、何言ったら分かるの？わかるよね。海外の紅茶と違い渋みが少なく、それでいて香りは豊か。和菓子と合わせて楽しむこともできるあっさりとした味が特徴です。この和紅茶に魅了された男性がいます。岡本博さん35歳。日本生まれの紅茶、その向こうに岡本さんの大きな夢があります。佐賀市諸富町にある紅茶専門店です。店主の岡本博さんはハーブティーや紅茶好きが高じて、8年前トラック運転手から転身しこの店を開きました。独学で紅茶の勉強をした岡本さん、奥が深い紅茶の世界を知ってもらおうと世界のさまざまな味を揃えた店を目指してきました。紅茶ってほらパッケージが可愛いじゃないですか。だから世界中の紅茶をたくさん集めて、こうそれが並んでる感じにしようと思ったんですよ。これをどんだけブレンドするか。店を始めてすぐ岡本さんに衝撃的な出会いが訪れました。和紅茶との出会いです。岡本さんはたちまちその魅力の虜になりました。国産紅茶は今いいものがあるけども、やっぱりその海外紅茶と全く違うものなんで、また魅力があまり伝わってない。で美味しく入れれば本当美味しいものなはずなのに、それを入れきれる人もいない。ちゃんと伝えればこれは絶対広がっていくものだという、まあ、確信も持ってですね、まあ、その代わりやる人がいないんで、じゃあ私がやってるかってなもんですよね。茶の名産地として知られる嬉野市、岡本さんは和紅茶と出会って以来足しげくお茶農家を訪れています。代々お茶作りを行う農家の太田雄介さんです。年におよそ3トン製造する茶葉のうち4分の1を紅茶の製造に回しています。緑茶も紅茶も原料は同じ茶の木の若葉からできています。収穫後蒸すと緑茶に、時間をかけて発酵させると紅茶になります。こう薄い色のついたやつとか作ったらなんか結構面白いのできるんじゃないかなと思ってですね。原料の茶葉の風味が味に大きく影響する紅茶、質の高い紅茶を生産するためには生産者との密なやり取りが欠かせません。もう岡本さんは嬉野をはじめ今では国内10カ所の産地の紅茶を扱っています。作ってる人の気持ちとか顔が見えないと自分も売るときに売りようがないので、はい、あのこの紅茶はこういう人が作ってるんで、こういう人にあなたみたいな人に飲んでもらいたいっていうことですね。ちゃんと伝えれる人間になりたいと思うんで、まあ、産地はこまめに 今からも回っていきたいと思いますね。今茶葉を紅茶用に出荷する農家は徐々に増えつつあります。岡本さんは各地の農家を訪ね、生産者と話をしたり作業を手伝ったりしながら新たな味との出会いを求めてきました。しかしその中で岡本さんは生産者の厳しい現状を目の当たりにしました。農家にとって最大の収入源は緑茶の新茶として出荷する一番茶です。しかし近年一番茶の価格や販売量が落ち込み、農家の収入は減少、廃業する人も少なくありません。農家を回る中で岡本さんが注目したのは夏以降に収穫する二番茶や三番茶です。渋み成分のタンニンを多く含み味が濃いため、紅茶として利用するには一番茶より適しています。
緑茶としては安値しかつかなかった2番茶、3番茶。紅茶に加工して販売することで農家の収入を増やし、生産を続けてもらいたいと岡本さんは考えています。消費者と生産者のつなぎ役というか、その辺も含めてちょっと、まあ、紅茶中のやっていきたいなと。まあ、最近はまた考え方が変わってきたところですね。ただ単に面白い商品じゃなくて、まあ、あわよくばそのお茶業界の手助けの一つになればなと思ってやってますけどね。より多くの人にきちんと和紅茶を味わってもらおうと、岡本さんはさまざまな工夫を続けています。岡本さんが包巾と呼ぶ布の包み、急須を保温するために考えました。2杯目以降も美味しく飲んでもらうだけでなく、和の雰囲気も楽しんでもらおうという試みです。さらに嬉野市の伝統工芸肥前吉田焼のデザイナーと共同で和紅茶用の茶器を新たに作ることにしました。和紅茶特有の味や香りを引き出すため試行錯誤を続けています。シャープで香りの開くタイプはこういうので作ってもらうことですね。香りを持たせるので、形、茶器と湯飲みの形を変えるっていうので、あ、そういうやっぱり専門じゃないとわからないですよね。やっぱり岡本さんの夢はさらに大きく広がっています。今年8月には紅茶の本場イギリスで和紅茶の茶会を開き大好評でした。来年には本格的に海外に和紅茶を売り込む計画です。日本の紅茶はですね、まだレベルは正直上がる余地がある、まだまだもっと研究しなきゃいけない分野なんですけども、その一方で世界に通用する、可能性も十分あるし、しっかり根付いてどこの世界の誰に飲ませても元気があるもんで、でそれがさらにこう日本の農業というかですね、山村を元気にしていければそれが一番いいんで、まあ、それはもう私が生涯をかけてやっていこうかと思ってます。和紅茶、和菓子と合うと、ね、言ってましたけど、どんな味かちょっと飲んでみたいなと思いますよね。そうですよね。で実は日本での紅茶作りの歴史なんですが、これ古いそうなんですね、はい、明治に入って盛んになり、昭和30年代までは海外に輸出していたほどだったんです。その後安い輸入品に押されてほとんど作られなくなっていましたが、近年再び注目を集めるようになっています。今リポートでご紹介した岡本さんですが、国産の紅茶の魅力を伝えようと和紅茶の教室も開いています。来年には東京でも定期的に行う予定だということです。佐賀夢追い人、今日は紅茶にかける男性をご紹介しました。